どうも、スミファクトリーです。今日はイロハスのサイダーが出たということで、ちょっと飲み比べをしてみようかなと思っています。飲み比べるものはちょっと大きいですが、はい、三ツ矢サイダーとこちらのイロハスサイダーを飲み比べてみたいと思います。早速入れていきましょう。はい、こちらに入れていきます。あ、匂い、でも匂いはサイダー。はい、これがイロハスのサイダーです。黄色がイロハスサイダー、そしてこちらの緑が三ツ矢サイダー。こっちの方が泡が、炭酸が強い強いぞっていう主張をしています。はい、じゃあまずこれは飲み比べていきましょう。こっちがイロハスサイダー、こっちが三ツ矢サイダーです。じゃあイロハスサイダーから飲んでいきたいと思います。いただきます。匂いはね、こっちの方が甘い感じの匂いですね。いただきます。あ、わかった、わかりました。こっちのイロハスサイダーの方はさっぱりしてます。甘い匂いはするんですが、こっちの方が、イロハスサイダーの方がさっぱりしてます。で、こっちの三ツ矢サイダーは甘みがちゃんとあって、炭酸が強い、そんな感じです。うん、炭酸強い。色的には全然変わらないんですけどね。どっちが色っぽいかって言われたら、色は本当水に近い色なのでほとんど変わらないんですが、まあ、見てもらうと分かるように、炭酸の泡の出方が全然違いますね。泡の出方が全然違う、こんな感じで、はい、泡の出方が違うので、こっちがちょっと炭酸っぽい感じですが、美味しいです。三ツ矢サイダーも好きなんですが、三ツ矢サイダーよりこっちのイロハスの方がさっぱりしてて美味しかったです。あ、でもう一個言うと、イロハスのサイダーは口に入れた瞬間ちょっと酸味っていうか酸っぱさがあるんですが、三ツ矢サイダーは甘みが先に来ますね。甘みの中にちょっと酸味がある感じがして、それもそれでどちらかといえば良さがある、どちらにも良さがあるという思うので、まあ両方大好きです。でもこっちのイロハスサイダーをしばらく飲んでいってかもしれません。というわけで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、スミファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。